はい、久しぶりです。サイバーアンタッチャブルです。今回先日可決された、まあ、カジノ法案、IR 法案と言いますが、まあ、カジノを含む統合型リゾートを作るという。まあ、この法案がね、可決された時に、山本太郎ですか、が議長に向かって、誰のためにやってるのかと。セガサミーはダイナマのためかと。まあ、叫んだことが、まあ、一部ネットには出てますね。まあ、山本議員の言うことは、まあ、確かもっともなんですよね。いろいろとそのね、問題があるにもかかわらず、政権に作られたと。だから、この会のそのカジノ法案で、まあ、一番こう、利益を得る人間ですよね。まあ、これについて話したいと思います。まあ、現在、いくつかの、まあ、東京のお台場だとかね、横浜、大阪で、まあ、立候補されてるんですけど、一番、こう、有力候補に上がってるのは横浜なんですね。横浜の山下ふ頭のところですね。で、ここで、なんですか、裏の顔役として、名前が上がってるのは、藤木幸夫さんという方ですね。この方は、まあ、幸運協会、の、まあ、役員をやってる。まあ、横浜幸運協会の、会長ですか。で、前の日本の幸運協会の副会長をしてる方ですね。で、横浜市のね、裏の顔役として知られてる人物だと。地元の政治家、例えば、官房長官の菅さん、あるいは横浜市長の、林文子ですね。さんなんかの、まあ、要するに、バックについてると。で、前の前市長の、まあ、中田博史。これも、彼の、まあ、なんですか、使いっぱしみたいなもんなんですよね、もともと。この藤木幸夫さんっていうのは、まあ、浜のドンなんて言われてる方なんですが、まあ、ほとんどマスコミには出てこないですね。まあ、昔、斎藤が、まあ、横浜スタジアムの件でね、ベイスターズは横浜から出ていけと。まあ、まあ、藤木さんは横浜スタジアムの、まあ、役員でもあるんですが、まあ、藤木幸夫が言ってたと。まあ、その話について、まあ、多少触れてましたが、まあ、マスコミにあんまり出ることのない方なんですね。で、父親は藤木幸太郎という、まあ、横浜港の港湾利益中心者として、まあ、職務を受けてるんですが、まあ、現在、稲葉会に所属する梅地一家の初代組長として知られているわけですね。で、その長男が藤木幸夫さんだと。まあ、本人もね、お父さんは役立ったことは隠さないんですね。まあ、よく聞く話だと、田岡さんがなおとか、まあ、どこそこのね、組長が、亡くなったんで、香典を持っていたとかっていう話を、まあ、横浜市のね、関係者がいるようなところでも平気でやってると。まあ、それで、まあ、今でもその役だと深いつながりがあるんじゃないかということで恐れられてる。一方で、その政治資金パーティーなんかでは、まあ、大口のパトロンとして、政治家のね、支援をしてると。まあ、横浜市長だとかね、地元出身の菅官房長官も頭が上がらない人物だと。まあ、この人物が、そのカジノ利権によって、大きな、まあ、利権を手に入れようとしてるわけですね。で、まあ、横浜の市議の場合だと、山下ふ頭の中に、幸運会館ビルっていうのがあるんですね。横浜幸運会館。これを持ってるのが藤木さんだと。当然、カジノがそこに作られれば、かなり大きな、利権になると。まあ、それ以外にも、まあ、カジノそのものじゃないんですが、まあ、清掃だとか、警備だとか、そういったね、周辺のことで、利益を得ようとしてるんじゃないかと、まあ、そういうふうに噂されていますよね。まあ、藤木さんというのは、まあ、要するにそういう、一種の利権あさりによって、まあ、利益を得てた、まあ、その裏の顔役なんですね。まあ、典型的な例として、中田博史市長だった頃に、
買い価格 Y150 とかっていうのがあったんですね。これは博報堂 JV がやってる、受け負ってるんですが、まあ、あまりもその予算に比べて内容が乏しかったよ。まあ、結局、大きな赤字を出してるんですね。だから、そういう、そのイベントですね。まあ、中田博が、まあ、思いつきというか、計画してやったイベントでもかなりの利益を上げてたと。で、他にも林芙美子さんの、時代になっても、その、例えば、311の時に、横浜市の下水処理の残土ですね、焼却した残土をどうするかというので、まあ、自分とこの会社のコンテナにこう保管させて、それによっても数十億の税金が使われているわけですね。まあ、もともとね、そんな横浜市の下水からまあ放射能がね、まあ、当時まあ全国でね、放射能が出たとかって騒いでましたけど、まあ、横浜から、ね、福島と横浜の間はかなり距離がありますからね、そんな人体に大きな影響を与えるほどのもんじゃないんだけれども、その横浜ではその藤木さんがまあ大きな力を持ってるんで、まあ彼がね怒ると、まあ林芙美子市長も全くこうね、何も言えないわけですね。まあ林さんはね当時、マスコミ取材なんかで給食のねなんかから放射能が出たという話、まあ、マスコミが騒ぎすぎるんだと、風評被害だと、まあ、市民の皆さん、そういうマスコミのね、騒ぎに、信じて、なんですか、あんまり心配しなくていいんだというようなことを言ってたんですけど、じゃあ、藤木さんのところにね、その下水の処理のね、残土を、まあ、保管させるために、市の税金が何十億というね、使われてるわけですね。まあ、その藤木さんが今回のね、カジノ法案の、まあ、なんですか、利権の、まあね、壁にいると。だから、山本太郎がね、誰のためにやってるのかと、いうことを、まあ、国会で叫んだという。まあ、これはね、まあ、山本さんが どの程度知ってるかわかりませんが、まあ、ある意味、まあ、当然のことだと言っていいんじゃないかと思います。私からは以上です。まあ、山本太郎の発言はまとえている。セガサミの里見会長、里見が議連のスポンサーになった。最初は石原慎太郎、亀井静香、アルジェの岡田、これらが鍵のやりたいと叫んでおって、岡田はフィリピンでその、まあ、テストというわけはないだろうがやり始め、ラスベガスにも手を伸ばすと。その時に、亀井対、まあ、セガの里見というのは、里見のスポンサーはもともと平沼武雄だったんだけども、平沼が倒れて病気になって表から交代したと。そこで里見も次のホンダラ実力者に乗り換えなきゃいかんちゅうので安倍に乗り換えた。だから安倍里見ラインで現在は進んでいる。メインは東島、横浜っていうのは関東では横浜に大体内定しているということ。大阪じゃ橋本徹以下、維新の会が中心で安倍と連合していると。まあ、千葉では木更津にトランプタワーを建てるという噂もある。まあ、いろんな各地で旗を立てとるわけだけども、私はもうそういうカジノは時代遅れだと。世界の経済は今経済クラッシュと。まあ、確かに金が集中してどえらい巨大金持ちがタックスヘブンにゴロゴロおるのは間違いないけれども、まあこういうマネーがギャンブルに流れてくるというのも
今まであったわけだけども、今東南アジアでシドニー、そしてシンガポール、マカオ、香港、それがウォーカーヒル、コリアント、カジノは全部今斜陽産業になっている。どうもとしてスタンレー・ホーがマカオにおり、そしてラスベガスやモンテカルロや ヨーロッパのカジノとの連携の中でお客さんを誘導しちゃうわけです。お客さんはやはり胴元の信用によって集まってくる。私は瀬賀の里見に信用、胴元に信用があるかどうかは疑問である。まあ、日本にはそのいわゆるプロがおらない、カジノのプロが。だからパチンコ屋がカジノは博打だから、パチンコ屋でカジノができると思えば大間違い。これはいわゆるアングラカジノはまあ似たようなものでできるだけだけども、いわゆるインテグレートリゾートとなればですね、スケールが大きくなるから、そういうスケールの大きいカジノをやる経営者は日本にはおらないわけです。で、経営者の信用で客が来るわけです。だから里見の信用や主の岡田の信用なんかゼロに近いわけで、そこへラスベガスの名前を借りたとしてもですね、やはり私はカジノ経営は採算的にうまくいかないだろうと。そうすると他のホテルだとか国際会議場だとかショッピングだとかいうものもカジノがダメなら総崩れになって、これに投資家が金を出さなくなる、インテグレートリゾートに金を出さなくなる。だから今法案を通してみんな掛け声はみんな大きいけども、先行きは不安であると。まあいろんな経済事情もあってですね、博打にうつつを抜かしておる時代じゃなくなるだろうと。世界恐慌目前ですから。いたします。スーパー乳酸 CPL は東海大学医学部において、がんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため、腸管からの吸収が良く、体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい、美容や健康が気になりだした、体力が落ちてきた、このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまで、お待ちしております。日本はユーロシアの一員であると。